岐阜大学地域科学部から参りました牧秀樹と申します。今日はよろしくお願いします。今日のタイトルですけれども、英語で、専門科目を教えるということです。全国的に、こういうふうにやりなさいというような指導が来ていると思いますので、今日の話がちょっとでも、ためになればと思って今日はやってまいりました。本日の構成ですけれども、まずは、私について知っていただければ、一方の話が分かりやすいかなと思い、こんな形で参ります。1966年に、愛知県で生まれまして、愛知県でも南の方のですね、一色町という、ところで生まれました。漁村です。漁村ですので、どの家庭の子供もですね、魚をさばくことができます。そしてこの町には大きな病院がありましてね、ご存知でしょうか。この方がこの町出身なんですね。はい。で、私はですね、1991年に米国のコネチカット大学に参りまして、95年に卒業し、ウェストバージニア、まで下りまして、セイラム帝京大学という大学で仕事を得ました。その後、諸事情で2002年に岐阜大学に参ったという次第です。で、コネチカットというのはこのような東海岸のちっちゃな州、そして、ウェストバージニアは山の中にありますアパラチア山脈にあります。北海道と同じようになっていますのでね、このような光景が広がっています。やはり冬は雪が多いです。ウェストバージニアはやはり山の中ですね。セイラム帝京大学、このような建物で、私自身の専門はですね、言語を中心に、行っていますので、アイルランド語などなど、言語について調査をしています。で、私の共同調査者の、オボイルさんという、方、これまで2冊本を、書きました。続いてモンゴル語でしたら私の学生のリナさんですね。モンゴル語話者ですけれども、これまで本を1冊書きました。そして、最初英語テストと、なんだこれ、こんな本ですけれども、3分で皆さんの英語能力を測定できると、そういったテストも開発いたしました。最近ではこのようなドリルもありまして、中学生版も最近出ましたね。はい。さらには日本語はどこから来たのかというようなことも調査していまして、このような形で、本になっています。さあ、自己紹介はこれぐらいにして、専門科目を英語で教えるということですけれども、まずはですね、授業の英語化の意味ですね。意味についてお話しします。意味は2つだけです。2つ。1番、学生がですね、英語で話すためのお手伝いということでして、教員が本気になっちゃいけないということです。教員が一生懸命話そうとしてもですね、学生話しませんのでね、とにかく学生が大事ですよということです。から2番目ですね、そうは言ってもですね、自分を守ろうっていうね、大学の現状を数学的に考えてみますと、関数で見ますとこういうことですね、y イコール x と x の関数となっていますけれども、現代社会で y はもう大学のですね、生き残りの度合いになってます。もうこれはしょうがないです。で、この x に何が当たるかといいますと、個人個人がですね、私は英語で授業できますよっていう、そういうところまで持っていけばですね、最初に肩を叩かれるのは自分じゃないっていう、そういうことなわけですね。で、身を守る人々について、韓国はですね、このようなことになってまして、コンクック大学ではですね、各教員が1学期に1コマは英語です。で、友人に、なんでこんなことをしているのと聞きますと、大学評価があるからと答えました。さらに高麗大学、これはですね、学部の講義の半分も英語になっています。で、は
はい、友人の契約でしたら退職するまで全て英語で講義をすること、そんなようになっているようです。韓国ではですね、これは全国的に、まあ、一般に的なことになっていますけれども、ところがですね、中級レベルの大学ではですね、英語での授業を韓国語の授業に戻しているケースもあります。何言ってるか分かんないっていう学生からの苦情が多くてですね、そういうこともありますので、まあ、日本でもですね、今後さあ英語か英語かと言っておいてまた引き戻ってくることがありますのあるかもしれないので、まあ、そこは一応念頭に。じゃあ日本はどうか、身を守る人々、FD をですね、過去3年連続でやっているっていうのは、身を守る人々、名古屋工業大学、あるいはですね、京都工芸繊維大学とかね、もうすごいですよ。10年間で100人教員を留学させるという、で帰ってきた人は随時その言語で授業するということになってますのでね、日本でね、マダム人々っていう、ギーなんとか大学っていうのがありましたね。そういうことでして、まさかの時はですね、どうぞよろしくお願いします。はい、今から具体的な手ですけれども、手ですよ。今日は3つお知らせしたい。あの手この手その手ってね、あの手から参ります。この中でもですね、まあ、なんとなく授業を英語でやるのできそうですよっていう方もいらっしゃるかと思います。そういう方のためにやらせ方っていうね、私は呼んでます。演習科目でしたらこれ可能だと思うんですけどね、まあ、やらせ方の例、まあ、これ工学系のクラスでないですけれども、ちょっと私のクラスの例を見ていただき、あ、こんなことなのかなと直感的なイメージを持っていただければと思います。シラバスですけれども、今年の秋学期の英語4というようなクラス、講義の狙い、社会に出てから役に立つような英語運用能力、あるいは IT 活用能力を高めること、これが目標でしてね。でやることは4つぐらい、あ、3つぐらいです。ハワイ大学の学生と電子メールを通じて英語日本語の訓練をするとかですね、英語を用いてグループでパワーポイントスライドを作って口頭発表、そしてこのハワイ大学の学生に岐阜大学を紹介するような DVD を作成し YouTube で送ると、そういった仕事があります。電子メール交換ですけれども、過去もずっとやってるんですけれども、相手先大学ちょっとちっちゃいんですけども、最近はもうハワイばかり、ウェストバージニアとかプリンストンとかもアメリカが多いですが、韓国とやったこともドイツとやったこともあります。電子メール交換ですね、重要な点、これとても大事なことです。その楽器が始まる前の楽器ですね、パートナーとなる日本語科がある大学と連絡を取ると、あらかじめの準備をしておくと、その楽器が始まったときはものすごく楽な状況になります。で、パワーポイントプロジェクトでしたら、こんなような、皆さんはですね、新入社員として旅行会社に入りましたよと、魅力的な旅のプランをスライドで作ってきて、英語で、提示しなさいというような仕事です。で、大事な点はやはり紙を見て発表するのはなしで、聴衆の目を見て笑いを取ることと、これがまあ約束になっています。で、得点に関して言いますと、学生総合による評価でしてね、私は一切評価しませんので、今度は DVD のプロジェクト、英語日本語を用いてグループで岐阜を紹介する、そういった DVD を作らせています。ある段階までは日本語で喋って英語で字幕を入れたり、最近では主に英語で喋って日本語の字幕を入れたりとか、そういうふうにしても、ハワイ大の学生は日本語を勉強している学生たちですからね。で、これも重要な点は笑い目を染めることと。で、私の方でですね、きちっと材料は貸しますよ。ビデオカメラも三脚も、編集ソフトも貸します。で、これも採点は学生総合で採点してもらうと。で、こんなような授業を、ずっと続けているんですけれども、で、学生のコメントはこんなことがありました。簡単にやり方を説明するだけで、あとは教えてくれない。それは私のやり方なんですけど、あるいはほっといてくれたっていう、
ほっといてくれた場合は、自分で考えて行動することができますと。ちょっとほっとくっていうことですね。からあと丸投げだということですね。ところがですね、達成感を得るという、なるべく学生に教えないっていうことが大事なようです。ではちょっとまあ具体例として、旅のプラン台湾編、今度はちょっとだけうまく映像と音声が出るといいんですけど、ちょっと見てみましょう。Hi, this is room number two. Are you ready? Yes. All right, here you go. Ladies and gentlemen, we are S Company. Thank you for attending this presentation. Today, we would like to present a special trip plan to you. First of all, listen.完璧であるとは言い難いですけれども、紙を見てない状態でまあやると、まあ、これはまあどの学生もできるようになりますけれど、それでですね、これをもとに私は考えてみました。名古屋工業大学における授業例、こんなのできるんじゃないか。中級物理工学とかですね、中級電気機械工学のクラスではこんなことをやっていいんじゃない。その分野もどの分野でもですね、重要英語論文があります。これをですね、学生にパワーポイントで発表させます。それ YouTube に上げます。提携大学いっぱいありますからね、名古屋工業大学は。アジアの提携大学学生に見せてメールで意見交換、レポート提出ということでして、こんな風にやっていけばですね、教員がやることはほとんどないんですよ。大事な論文だけ用意して、おい読んでおいて、ちゃんと発表してくれよ。で、YouTube に上げるからな、提携大の研究室にこれを送るからな、あっちの学生に意見もらうからなって言っておくだけですよ。楽勝ですね。教員が頑張らない、大切なことです。やはりですね、大事な点は遊び感覚がないとですね、どちらも行き詰まってしまいます。教員が一生懸命なって英語を喋ってちゃダメですよ。別に話す必要ないです。ああうーだけで十分ですよ。レッツドゥーです。大丈夫です。であと努力しない、努力すると疲れちゃいます。私たちが努力しなきゃいけないのは論文執筆ですから、ランクが高いジャーナルに論文投稿することしか私たちは考えちゃいけないです。そのためにまあ努力をしない、この教育についてははっきり努力しない、これ大切です。学生に丸投げ、これ本当に大切です。学生ができないんじゃないかなと思わないことですね。やらせてみればやれますからね。で、まあ、今言ったことですね、ちょっと何言ってか分からないと、そういった方、そういった方にはですね、この手を私用意してきましたから、今のはちょっと上級編になりますよね。この手、英語での授業にあまり気が進まない方へのしたということですね。これ部活型と呼んでます。さっきはやらせ型ですね、これ部活型です。部活型、遊び感覚で努力せず学生に丸投げでできるか、そんな声が聞こえてきそうですけれども、できるわけないです。できないです。そんな状況ですので、まずはですね、岐阜大学地理科学の現状を見ていただき、どんな方向に行けるかなということです。これがですね、前学部長ね、早稲田弘明、ね、経歴でいきますと、名古屋大学で理学博士を取ったと。在外研究は数ヶ月、共同研究もしてますけれども、2012年より毎年 2,3 回海外を訪れていますが、長い時は1ヶ月、多分これ1回だったんじゃないかと思います。短い時は1日っていう、まあ、言ってみればですね、海外を見たことがある程度の方です。さあ、あの手この手のこの手の例ですよ。早稲田弘明、
科学、概論、これ実験科目なんですけれども、こういうことをやってます。もう一回言いますよ。海外を見たことがある程度の方です。Today, I'd like to have a class of a kind of special reaction, chemical reaction. It is called iodine chloride reaction.You have to pay careful attention for Professor Smoot's operation. And it is important to remember that volume of main starch. It's a problem to take off. So now you will observe a drastic change.So, come closely around him. Okay? Okay. One, two, three. And mix. Don't look away. Look at the beaker for a while. You have to focus on this beaker for a few.Now, our demonstration and explanation have been completed. Do you have any questions? Yes. Well, why is, first of all, who found this reaction, chemical reaction originally? Who found it?It was found in 1920 by someone. 、ということでしてね、完璧な英語ではないんですけれども、やってみました。で、学生たちもこのような実験、大喜びなんですね。で、この後私、学生に感想を聞いてもらったんですね。医学部、医学科。自分の学校にないから楽しい。楽しいと思いますよ。地域学部。難しい単語は日本語を直後に言ってもらえたら語学っていうね。日本語も交えていいんです。工学部。このまま英語で進めてもらって構わない。大好評なんです、こんなようなものは。で、このクラスを教えて、この早稲田が困ったことがあると。やはりですね、特殊な言い回しでわからないことがある。数字や数学の数式なんかね。例えばこの原液の5の6乗分の1の濃度の溶液を作るっていう表現ができないだと。いや、私もできませんのでね。あと、英語母語話者も ほぼできないかもしれませんよ。で、まあ一応専門家に聞いたり、あるいはまあ辞書等ですね、参考文献を見れば、このように書いてあります。To make the solution with 1 over 5 to the 6th power of the original concentration. まあこんな、まあ、最近ではネットで引き寄せ出てきますけれども、まあ、これはさっと口で言うには、まあ、一応ある程度予習しておかないとね。というようなことです。でさらに、わざわざはですね、こんな挑戦を。物理学科学は世界基準の知識が多い。まあ、そうだと思います。というわけで、共通の専門用語であふれており、英語で勉強しても大した問題じゃない。ただね、やっぱり90分毎回全て英語でやるのはまだちょっと自分には難しい。で今年はですね、90分のうち10分程度英語でやってみようと決めたそう。その年ですけどね、決めだした。で幸いですね、私が英語で授業をしているからちょっと見てもらって簡単な示唆をもらおう。私もこの早稲田市の授業を見に行くんです。で、マップさん、あの問題点があったら言ってくださいって言いますけどね。で来年はですね、今年10分やったんだから、来年は15分やってみるぞ。部活かっていう、まさに身を守るための部活ですね。隣の研究室の方が英語で3分しかできない中、自分が10分できたら多分肩が叩かれる順番は多分遅いはずですね。そういうことです。でちょっとした工夫、多いんですけれども、徐々にですね、日本語から英語へと、もう全部いきなり英語というのは難しいですから、
実験科目科学の場合でしたら、これ早稲田氏が手作りの自分で絵も描いたと言ってましたけれども、これちょっとちっちゃいんですけれども、実験道具をもう英語に書き換えていくと、まあ、日本語でもちょっと足してますけど、からこういったちっちゃい単語ですね、こういうのを使いますよっていう単語をちょっとずつ英語に書き換えていく。でこれ学生に配ります。今度は講義科目の科学の場合でしたら、これも学生に配っているあの教科書の一部ですけれども、まあ、この辺を英語にして、この辺を英語にして、この辺を英語にして、ちょっと英語にすると。でこれをまあ最終的にあと数年かけて全部英語にできたら良いだろうと言っています。あるいはこのようなことも英語なんですけど部分的に日本語を入れてますから、これ途中のステップということです。講義科目線形代数がどうなのか、これも英語で書きましてね、でも部分部分はもう日本語が入ってるわけです。でこういうような言い方も僕ら、これは小学校高学年か中学校で習うと思いますけれども、英語で言うとなかなか難しいかもしれませんが、 4x plus 3y equals 9、こういう概念、これはまあ決まり文句ですのでね、覚えていただき、例えばこういうケース、 We subtract equation 2 from equation 1、 2から1を引きますよ。 Then 0 plus y equals 0.5。 Finally we get the solution for y, y equals 0.5。 こんなようなことを私は今ですね、形代数のクラスでやってるわけです。だんだんとですね、ちょっと英語化していくということです。4ヶ月、5ヶ月程度しか、英語圏に留学したことはないです。在外研究でね。まあ、これも同じような、ね、ことですけれども、これ、parentheses、カッコ、そしてカッコを閉じるみたいな。close parentheses。日本語と同じですからね。で、今、お知らせしたような、英語による数式の読み方は、お手元のハンダウトにこれ書きましたので、ここから拾っていただければもうすぐ出てきますので簡単なことです。で私はなんとこれは期末テストですね、線形代数の期末テストももう英語でやってますよ。もちろんヒントのためにね、この問題は教科書の例題の類題ですよっていう、まあそういうヒントを与えると、ああれだったなと学生が思い出せますのでね。でこれもね、これは配布テキストよりっていう、このテキストから出してますから、あそこを思い出せばねできますよということです。そしてですね、さらなる高みを目指す方へ、早稲田氏は、日本語母語話者です。実際英語母語話者になるとどうなってくるかというと、こういう具合ですね。マイコセビエっていう、これ私の教え子なんですけれども、この人物は今岐阜大学で工学部、はい、学生は相手に英語を教えます。で、どんなふうにやってるかちょっと見てみましょう。Please talk in your groups about what kind of characteristics you want in this room. Try and remember from last week. But why titanium? Why tungsten carbide? Why diamonds? Go ahead, get in your group and discuss. Don't be shy, get in your groups.Talk it out. What do you think about this first one? So, talk about the handle. What did they use on the handle? What was the material? Was it carbon fiber? Yes, you're right, it's titanium. Why titanium? Why? The verb is part of the drill that's sharp, it's the part that's meant to cut smooth. So a bird, you think of a bird like a snake. All right, let's see what our answers are. Ideally, you want it to be... Bingo. Very nice. これが英語母語話者のやり方でしたね。日本でしたら何だか分からないけど前の方に立って教員が授業しますけれども、基本的に間回ってきません。小学校の時によくありましたね。これ一般的にやります。
で一人一人に話しかけますよ。これ大切なことです。そしてこれがもっと大切なことです。褒めちぎれ。学生が一言でも喋ったらいいねいいねという褒めの言葉です。褒めときは間違いないです。あと感謝しときは間違いないです。それと似たようなもので褒めときは間違いないです。学生はで英語で行う授業の重要ポイントですけれども、講義実験科目の場合、最初は10分で英語担当の先生とまあちょっと長いごしていただくとね、欲しいと思います。幸いですね、工業名古屋工業大学ではブライアン・カウンという英語話者がいましてね、ブライアン・カウン、この人に例えばちょっと授業を見てきて見に来てくれないかとか頼みながら、あるいはこういった表現どうやって言うんだって聞きながらですね、ブライアン頼むこの通りだ、こう言っておけばブライアンはですね悪い気しないんでいろいろ教えてくれると思います。で特定の数式はやはり予習が必要でしてね、それでもですよ、本当に大事なこと、大事なことは遊び感覚ですね。本気になっちゃいけませんよ。でこの気持ちがないとですねやられてしまいます。大事なことは高いクオリティの論文を書くことですからね、高い、レベルのジャーナルに載せることですから、それ以外考えちゃいけないです。待ってくれと、いやそもそも最初の10分できないわという人がいるかもしれない。それと前はですね、その手っていう、最後はその手で、こういう人たちのことですね、私はアウ型と呼んでますけどね、アウ型、もう発音も文法もさっぱりだというケースあります。発音もう気にしない。インドの方でしたらね、インドの母語からの訛りがありますのでね、英語を聞くと大体こんなふうに聞こえてきますよ。あ、カラ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 って聞こえてきます。韓国の方もね、訛りありますよ。これ韓国の方に言ってもらうとこうなりますよ。3、2、1、0って言いますからね。そういった訛りありますから。じゃあ日本はどうか。もう訛りで溢れてますからね。I have cat。監視はないわね。最後は母音で分け。I have cat。My friend。Thank you ってね。R が入ってないのに R 入れちゃったりね。Thank you って言っちゃう人とかね。これで通じますからね。全く問題ないですよ。で今日はですね、多分時間大丈夫と思いますので、一つだけですね、発音のヒント。これはまるで、中学校から高等学校レベルの授業で、こんなことが行われているかもしれませんが、もう一回思い出していただくということでね、D の音、D の音が聞き分けられたり、言えるようになると、突然、なんかあったのみたいな、そんなように聞こえてきますからね。いきますよ。D の音はですね、実はその6つあるんですね。6つあります。単語の先頭に来る D ね。まあ一般的に日本人、私が読めばトップ、トップって言いますね。ところが実際にですね、タ、ね、おーおー、息すげえ出ちゃってるよね。タ、タと聞こえてきます。突然なんか、家でなんかあったのかなぐらいな。タという。息がボーンと出てきますよね。後藤の場合はそういうふうに言えば英語っぽく聞こえますね。じゃあ五松の場合、私日本人ですからこれ読む場合はポッと言いますね。ポッと、ポッと、これがですね英語ボーバーでしたらこんなふうに言いますね。パー、聞こえないですよ。五松はパー、聞こえない。それが英語っぽさなわけですね。からあとエールの前の P、これはですね、なかなか宿泊しますけれども、中学生にこれをすると、トゥル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 っていう感じになりますけれども、そこはもう忘れていただいてね。全然違う発音なんでね。これ、チュです。あれの前は、チュって言ってください。チュレインですから。チュレインですね。チュレイン。T の音を超えちゃってます。チュレインですからね。はい、今度は、E、E って、これ母音感の T。これはですね、まあ、ご存知かと思いますけれども、はい、レラ。レラ、ラリルレロになりますね。レラ、レラ、レラって言うと、ものすごく英語っぽいです。あとは、この N の前の T、聞こえないんですけど、妙にですね、鼻に抜けていって、ブレー、ブレー、みたいな感じになりますよね。最後、
T の、S の後の T、これがですね、私たちが心に抱いていた普通の T ですね、スターということです。まあ、このようなことで、T に関して、まあ、6つぐらいちょっと頭に入れておくと、英語っぽく話せるようになるかと、そしてまあ聞きやすくなってくるかと思います。で、さらにですね、発音気になる場合はですね、まあ、NHK ラジオ基礎英語1、I'm Pamela Takamitsu って毎日言ってますからね。この人のを聞いていただければ、かなり発音英語になるかと思います。で、最後に、学生による成果をちょっとお知らせし、一体全体この授業を英語ですることは一体どこにつながっていくのか、そしてどこにつなげると一番効果があるのかということをお知らせします。実はですね、授業の英語化と学生による成果をリンクさせますとね、みんなハッピーなんですよ。学部長もハッピーだ、学長もハッピーだ、文部省もハッピーだと。やはり一番ハッピーなのは学生ですよね。では私どものケースでちょっとお知らせしたいと思います。英語による学会発表と就職のケースですけれども、岐阜大学地域科学部ではですね、まあ、言語学や英語教育学などを学ぶことができまして、学部生のうちからですね、国内や海外の専門学会で発表をしている学生が多くいます。先には小学生のケースで、徳川翔吾君ですね。徳川君はですね、MIT で発表してきました。一人で、私がちょっと調子と言いましょうか、時間がなくていけず一人で行ってきましたね。写真を撮ってきてくれましたよ。からさらに英語教育のケースでいきますと、吉村樹里さんですね。韓国スクミョン女子大学でね、発表してきてくれました。こういった文字があることから多分この写真は韓国で撮ったんだろうと、嘘じゃなかったんだろうと思ってるわけですけれども、これまでですね、私どもの研究室でしたら、学生の発表は言語学で30回、英語教育学で40回です。全部英語で、学会発表してますから。で、こんなことをすればですね、まあ、学生はまあ喜ぶのは当然ですけれども、このように授業を英語化し、学生による成果をトレーニングさせると、学生がハッピーであるし、そして先ほど申し上げましたけど、もうこの組織も全部ハッピーになっていきます。そして学生がハッピーになる理由のもう一つは、授業を英語化し、彼らが英語で学会発表していったら、履歴書がどんどん厚くなっていきます。その結果、私どもの学部は地方国立大の弱小学部ですけれども、基本的にはもうほぼ 100% の就職率という状況ですね。もう一回まとめます。授業の英語化と学生による成果をリンクさせると、一番ハッピーなのは学生と、ということでして、これで私の発表を終えたいと思いますけれども、本日はお招きどうもありがとうございました。